はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正隆です。今日は皆さんに協力いただきました大麻使用者に対するアンケート調査の結果を報告したいと思います。2021年になって、何をち迷ったのか、日本政府はね、大麻使用罪というのを新たに作って、大麻を吸っている人をより一層厳しく取り締まっていこうというふうに計画しているわけです。これは建前の上ではね、大麻が体に悪いので皆さんを危険な薬物の害から守るためにしっかり規制をするんですよということになっていますけれども、そもそもね、この今大麻の害として考えられているようなね、大麻精神病とか大麻依存症とか、もしくは無気力症候群みたいなものが一体大麻を吸ってる人たちにどれぐらいの割合で発生するのかっていうこと、基本的なデータすら全く日本では調べられたことがないわけですね。関心があるような研究者もいなければ、違法な状況なので調査が行いづらいという問題点があったわけです。で、これに対して2019年にですね、国立精神神経医療研究センターの松本俊彦先生とですね、依存症を専門に研究治療するお医者さんですね、彼を中心としたですね、研究チームが日本国内の依存症治療をやっている精神科病院にかかっている大麻使用経験のある人たちを対象とした調査というのを全国で初めて行いました。で、その結果ですね、依存の割合にある人が極めて高いですね、そういう数字が出たんですけれども、このですね、精神科にかかっている患者さんたちっていうのと、世の中で普通に働きながら元気に大麻を吸いながら暮らしている人たちっていうのでは全然ね、背景が違いますよね。なので、これをですね、厚生労働省はですね、一般の大麻を吸ってる人たちのイメージとして、使おうとしているのに対して、これはおかしいだろうということで、改めてですね、調査をやる必要性があるというふうに思ったわけですよ。ですので、私たちのグリーンゾーンジャパンと、松本先生も声かけたらね、心よく協力してくれるということで、この国立神経精神医療研究センターというので、合同でアンケート調査というのをですね、計画して2021年の1月から2月にかけてですね、このオンラインで行って、皆さんにもご協力をお願いしたわけです。で、このですね、研究の論文というのが紆余曲折を経て12月の24日日本アルコール薬物医学会雑誌というですね、学術専門誌にちゃんと査読を経て科学論文として掲載されることになりました。ありがとうございます。で、ですのでですね、この結果をご協力いただいた皆さんにもね、ちゃんとですね、還元したいなというふうに思って、今から解説をさせていただきます。で、今回の呼びかけに対して、2週間ちょっとで4138人のですね、有効回答が集まりました。ありがとうございます。これはね、本当にね、今までその松本先生たちが精神科の病院でやった研究がですね、全国の9施設合わせて70人ぐらいしかですね、参加者いなかったのに対してですね、圧倒的に桁違いに大きい募集団ということになりますので、それだけ調査の信憑性が高いということになります。で、答えてくれたのはですね、男性が 82%、女性 18% でした。おそらくね、日本で大麻を吸っている人っていうのは比較的男性が多いんだと思います。で、平均年齢は32歳ということで、日本全体と比べたらやっぱり若めで、若い力によってこの調査は構成されていると。で、就業率、実際に働いているとか、専業主婦をやっている、学生をやっているというですね、社会的機能を果たしている割合に関しては、回答者の 95% がですね、ちゃんとしているというふうにですね、回答してくれました。で、この調査で一番知りたかったことは、大麻を使うことによって、健康に対して悪影響が出ている人の割合がどれぐらいいるのかということなんですね。じゃあ、その何を大麻の健康被害ってするんですかということに関しては、今回5つの項目を設けました。1つ目がですね、大麻のですね、依存症になっている人の割合はどれぐらいいるのか。で、2つ目が、大麻を吸うことによって一時的なですね、気持ち悪さとか妄想とかですね、いわゆるバッドトリップみたいなものを経験したことがある人はどれぐらいいるのか。で、3つ目がですね、そのうちバッドトリップの経験者のうち病院にかからなきゃいけない誰かの助けが必要なものはどれぐらいいるのかですね。で、4つ目が大麻性心病ですね、大麻を吸ったことをきっかけに慢性的に精神の調子を悪くしている人がどれぐらいいるのか。で、5つ目がですね、大麻を吸ったことをきっかけに、やる気がなくなっているその無動機症候群というですね、厚生労働省がウェブサイトで提唱している疾患概念に該当するような人がどれぐらいいるのかということをですね、皆さんに聞いたわけです。で、こちらの表がですね、その結果になっています。で、過去に1回以上大麻を吸ったことがある人っていうのに関しては、大麻依存症に当てはまるかもしれないっていうですね、チェックリストでなる人がですね、全体の 8.3% でした。
で、バッドトリップみたいなことを経験したことありますかっていうのは対しては 38.5% の人が経験があるというふうに答えたんですけれども、そのうちですね24時間以上症状が続いてしかも誰かの助けがいるようなものっていう重症なものに関しては全体で5人 0.12% だけでした。で、大麻精神病かもしれないっていうふうにですね該当する人の割合が 1.3% で、大麻を使用したことをきっかけにやる気がなくなったっていう人は 2.7% という、まあ、こういう結果が得られたわけですね。で、この結果に関してですね自分自身がですね私が思うこと考察っていうのをちょっとしていきたいと思います。で、1点目この論文で一番重要な強調すべきことは何かというと、大麻を吸っている人の 95% は働いていたり学生をやってたり専業主婦をやっていたりということで社会的に機能しているということですよ。どうしてもね違法薬物を使っている人っていうのは廃人であって一日中ゴロゴロしていてきっと何の生産活動にも携わってないはずだというですね社会的な強いですね偏見があります。でも少なくとも大麻の使用者に関してはそういうことはないということがですね今回の調査で明らかにされたので、これはですね声を大にして伝えていく必要があると私は思っています。で、結果から分かることの2つ目、それはですね大麻依存症の人っていうのは多く見積もっても1割つまり大麻を吸ってるスモーカーのうち 90% 以上はこれ依存ではないっていうことなんですね。誰か薬物で逮捕されるとですね依存だからこれは治療がいるんだみたいなことを言われがちであります。まあ罰するっていうよりはね治療がいるの方がいいのかもしれませんけれども、ね、大麻に関して言えばですね9割以上の人は別に依存症ですらない、ただの愛好家であるということが今回の調査で明らかになったわけです。で、このですね、数字っていうのはアメリカのですね、僕らとは全く関係ないですね、研究で示された大麻依存症になる人の割合 8.9% っていう数字と、まあ、ほぼほぼ同じなんですね。なのでこの独立した2つの研究が同じ結果を示しているってことは両方調査がやっぱり正しいよねっていうことのですね、一つの証拠なんではないかなというふうに思っています。で、結果から言えることの3つ目はですね、大麻を吸ったことある人のおよそ4割の人が、まあ、1回ぐらいバッドトリップを経験しているけれども、まあ、そのうちですね本当治療がいるようなものっていうのは、まあ、1000人に1人ぐらいめちゃくちゃ珍しいってことなんですよ。で、実際ねお酒のことを考えてほしいんです。皆さんお酒飲んでね頭痛くなったりとか、まあ、吐いたりとか、まあ、場合によってはね酔っ払って転んで骨が折れたとかですね誰かのこと殴ってしまったみたいな経験がですね胸に手を当てて考えたら1回ぐらいあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。でもそれに関しては悪酔いとかですね二日酔いとか飲みすぎとか言われて病気とは思われてないわけですよ。じゃあ大麻に関してはどうなるかというと、まあ、大麻吸ってちょっと具合が悪くなると大麻精神病とかね、またはですねちょっと吐いたらカンナビスハイパーエメシスシンドロームっていう病名が一応あるんですよ。でもそれって本当にその病気として大騒ぎするほどのことなのかっていうことが今回示されたことだと思うわけです。で、結果から言えることのですね4つ目はですね、もう大麻精神病っていうのは仮にあったとしても非常に珍しいものであるということですね。まあですね、大麻を使用をきっかけにしてですね慢性の幻覚精神障害になったっていう経験がありますかという質問に対して今回ですね53人の方、全体の 1.3% がイエスっていうふうに回答したわけですね。で、実際に古今東西の研究で大麻をきっかけにしてその精神の調子を崩す人がいるというのはやっぱりですね報告されているので、これはですね一部の人でそういうことが起きうるっていうのはですねおそらく科学的に正しいと思います。ただ今回の調査にですね答えてくれた人たちの中にですね統合失調症っていうですね幻覚を伴うような病気っていうふうに診断されている人もですね72名いたわけですね。なので大麻精神病っていうですね自分でまあ感じているような人よりも統合失調症って言われている人の方が数が多いわけで、しかもこの2つのグループはですね重なってるわけですよ。なので、まあ、場合によってはですねこの統合失調症が初発で10代の頃に起きるときにそこにたまたま大麻があったっていうですね重なりを見てるだけなんではないかなというふうに思いますので、このですねじゃあどれぐらいの人がですね大麻を吸うとその精神のですね調子を悪くするかということに関しては検証っていうのがこれからまだ必要だなというふうに思っています。で、結果から言えることの5つ目はですねこのやる気がなくなる無動機症候群っていうのは、まあ、おそらく存在しないだろうということですね。で、確かにですね厚労省が言うようなですね何もやる気がしないような状態になりましたかどうですかっていうのに対して 2.7% の人が大麻吸った後にですねやる気がなくなったみたいなことをですね回答しているんですけれども、先行するね海外の研究で大麻を吸わない体育会系のねパッと見やる気バリバリの大学生の集団に
このやる気のなさどうですかみたいな風に聞いたところですね、この無動機症候群に当てはまる人の割合って 5.9% もいたんですよ。なのでですね、例えば今だからタイマーを吸わない人たちを対象に渋谷でね街頭インタビューして、あなたどうですか、やる気ありますか、どうですかっていうと、おそらくね、の 3% 以上の人がやる気ないって答えるし、そもそもうつ病の人とかですね、世の中めちゃくちゃ多いので、まあ、そういうのを見ているだけで別にこれタイマーの悪さをしてるわけじゃないと。むしろ世の中全体に対して今回のアンケートに答えてくれた人たちっていうのはどちらかというとですね、まあ、やる気がある部類に入るんじゃないかなというふうに思っております。で、実際にこの無動機症候群、英語でアーモチベーショナルシンドロームっていうふうに一応言われるんですけど、この病名をねちゃんとね Google で調べてもらうと分かるんですけど、ほとんどね使われてないんですよ。こういうのに関して論文とかほぼほぼないわけです。なのでですね、これはやっぱりもう病気の概念としてほぼほぼ採用されていないというふうに考えていいと思います。ということでですね、この僕たちがやった研究にはもちろんですね数々の限界点があります。まあ、やっぱ一番ね重要なことはですね、これみんな自己申告でやっていて、で僕たちのチャンネルを見ているような人が回答してくれているので、まあ、タイマーに対して好意的な回答に偏っている可能性というのは否定できないと思いますし、あとそもそもね、具合がめっちゃ悪くなっている人がいたらアンケートにも答えられないですよね。なので比較的元気な人しか回答してないっていう可能性はあると思うんですね。まあ、バイアスがかかっているというんですけれどもですね、まあ、そういうね、まあ、傷っていうのはあるんですけれども、今回の研究としてですね、まとめとして、まあ、タイマーを吸っている人たちの 95% は社会的にちゃんと機能していること、そして9割以上は依存症ではないということですね。で、タイマーを使ってバッドトリップの経験はですね 40% ぐらいの人があるけれども、そのうち深刻なものっていうのは 0.1% に過ぎないこと。で、タイマー精神病というのは、まあ、あったとしても非常に珍しいこと。で、タイマーを吸ったせいでやる気がないっていう人の割合はですね、一般よりも今回少なかったということですね。これはですね、十分伝えていく価値があるということで学術論文として認められたわけです。で、今回ね、まあ、こうやって動画で説明させてもらったんですけれども、僕たちの YouTube チャンネルに載ってこれ十分っていう話ではないわけですよ。本当にですね、大きなメディアでこの話を扱ってもらいたい。というのは、この大麻使用罪をね、作るかどうか、2022年中に国会でね、話し合われると思うんですけれども、その時に、この健康問題を話し合う中で、その一番ですね、信用できるデータというのが、この論文だからです。なので、すべての議論は、この僕たちがみんなで作った、この研究データをもとに話し合われるべきなんですね。それが科学的なですね、データに基づいた政策決定ということになりますので、ぜひですね、メディアの関係でですね、見られている方おりましたら、取材対応させていただきますので、ご連絡いただければなというふうに思います。そしてですね、この研究の報告、まだこれ終わりじゃありません。今、1本目の論文を出しましたけど、まだですね、2本目、続報をですね、書いておりますので、こちらもですね、できてまた掲載されましたらですね、紹介していきたいと思います。で、最後になりましたけれども、本当にですね、皆さんが、調査にですね、回答してくれたおかげで、まあ、一つですね、重要なですね、知見をですね、世の中に発表できたと思います。これがですね、ちゃんと政策レベルで反映されることを強く願っていますので、引き続き力を貸してください。ということで、今日はここまで。ありがとうございました。